日本時間の午後3時半ごろ、トランプ大統領とキム・ジョンウン委員長、それぞれの車列が会談場所のホテルを離れました。ホワイトハウスは、現時点で合意できる点はなく、今後も協議は続けていくと発表しました。トランプ大統領は会見で、非常に興味深い2日間だったとしながらも、キム・ジョンウン委員長との会談が合意に至らなかったことを明らかにしました。北朝鮮で、キム・ジョンウン氏ですけれども、先ほど私たちは別れました。生産的な時間を過ごすことはできました。ポンペオ国務長官ですが、この段階では、署名しない方がいいということになりました。一日中、ほとんど一日ですが、キム・ジョンウン党委員長と時間を過ごしました。彼は素晴らしい人物ですし、個性ある人物です。我々の関係は非常に強いものがあります。しかし、現時点では、署名しないということを決断しました。興味深い2日間となりました。生産性の高い2日間だったと思います。しかし時には距離を置くことも必要です。